富山の堀光堂です。今回ですね、こちらのご質問をいただきました。ありがとうございます。会社で某候補を応援するようにという社長通達とほぼ同時に期日前投票に行ったら2時間前に帰っていいという通達がありました。これって間接的に投票権をお金で買っていることになりませんか、ということでこちらの質問に答えたいと思います。はい、ということで、今回のご質問なんですけども、おそらくですね、このようになるかと思います。はい、まずはですね、会社で某候補を応援するようにという社長の通達がありましたということで、〇〇候補者に、投票してこいということで、応援するようにということは、投票しろということなのかなと思います。ほぼ同時に、期日前投票に行ったら2時間前に帰ってもいいよと。いうことでですね、通達があったということなので、その2つのね、その通達を合わせると、会社っていうかね、社長通達で、社長から社員へ、なんですけども、2時間前に帰っていいから、〇〇候補者に投票してこいというのが、社長っていうかね、会社っていうか、社長の通達っていうかね、だと思います。はい。それは、間接的に投票権をお金で買っていることになりませんか、ということなんですけども、これは、投票権という言葉が出てきましたけど、その投票権っていうのは、投票する権利、ということになりますので、選挙権のことに、なるんですけど、その選挙権っていうのは、今回、富山県知事選挙なので、富山県知事選挙なので、富山県に、お住まいの、18歳以上の方になりますので、要は18歳以上の富山県民だったら、ね、その選挙権、投票権を持ってるっていうことなので、お金で買うっていうことはないです。はい。ということになるんですけども、これちょっとね、今回のこの通達、2つの通達合わせて、この文章にしましたけども、これを見てて、もしかしたらちょっと問題になるかもしれないっていう、部分を見つけたので、お話ししますけども、まずは、その社長がね、社長が、その2時間前に帰ってもいいから、ね、〇〇候補者ね、候補者に投票してこいっていう、そういう、投票依頼なんですよね。投票してくださいっていう、投票依頼を、社長とか会社が、社員にしてると、いうことで、それは、問題ないと思います。はい。なんだけど、2時間前に帰ってもいいからっていうことなので、社員が2時間前に帰っても、要は2時間分の給料ってもらえるわけよ。ね、もらえるっていう、そういう認識でいますけど、僕はね。そういうことになると思います。2時間前に帰っていいから、2時間分もらえるよね。うん。で、そうなると、損をするのはっていうかね、そのお金っていうか、この2時間分を、損をするっていうのは、会社っていうか、社長側に、なります。はい。要は、社員が2時間働いとらんがに、ね、社長が、社員に2時間分の給料を払うってこと、支払うってことになりますので、要は働いてないのに給料がっていうなると、社長的には、損っていうかね、いうふうになると思います。じゃあね、じゃあどうして社長が、社員の2時間分の給料をですね、捨てるっておかしいですけど、要は働いてない、社員が2時間働いてないのに、お給料をね、その2時間分を支払ってまで、期日前投票をしてこいと、この候補者に投票してこいと、言ってるかと、いうことを、いろいろ考えると、もしかしたらこれなんじゃないかなとかっていうことですね。要するに、社長が社員にですね、2時間分の、その2時間、2H って書きますけど、2時間分の給料を、ね、支払うので、ね、その分の、金を候補者からもらってんじゃないのかなっていう、ことをちょっと思いました。はい。で、候補者が、社長っていうかね、で、候補者が、誰かに対して、要は金を、金で、ね、金を支払うっていうかね、というのは、買収になります。はい、要は、金で票を買うっていうような、意味なんですけど、買収になります。はい。これが、この候補者が、
まあ、なんていう企業かわかんないですけど、なんていう会社かわかんないですけど、その、社長さんに、ね、金で、ね、要は、この候補者的には、その、あんたのところの、ね、この社長のところの、要は社員に、自分に投票するよう、ね、言ってほしいから、ね、このお金でお願いしますっていう。で、そのお金が2時間分として、その、まあ、社員一人だけじゃないと思いますので、要は2時間分とかね、そんな感じで、その、給料として、この金が給料として2時間分支払われてんじゃないのかなっていうふうに、思いました。はい。だから、まあ、要はお金はここからもらえるから、その2時間っていうかね、最初、その2時間は社員の方働いてないから、ね、期日前投票行ったとしたらね、働いてないってことになりますので、そうだと社長が損するよっていう、言ったんだけど、でもそれは、候補者からのその買収っていうかね、その金で、まあ、賄うっていうかね、風にしてんじゃないのかなっていう風にはちょっと見えました。はい。なので、今回ご質問いただいた方ね、まあ、投票権は金で買っていることにはならないんですけど、まあ、だけど、そのお話をね、今回のそのご質問者の方のその質問を見てると、なんかこの、買収の匂いがなんかするので、候補者が社長に対してね、ね、その買収の可能性があるので、もしね、よろしければ、この候補者が誰かっていう、あ、要はこの〇〇候補者ね、うん、この、今回、その、ご質問の内容では、この候補者っていうのは誰かっていうのは分かってないんです。まあ、伏せてありますけども、この候補者が誰かと、いうところですね。ここと、まあ、その社長ということで、まあ、その、会社名、どこなのかなっていう、とかっていうところを、まあ、ぜひ教えていただければ、要は、警察に言ったりっていうこともできますので、はい。まあ、ちなみに、その候補者ね、候補者と社長のその情報をいただいたとしても、僕は、公表しません。僕の方からは公表しません。はい。要は、この候補者と、会社名とかね、それを、まあ、その情報をいただいて、まあ、その、警察に通報するっていうのは、警察とか、選挙管理委員会ですね。選挙管理委員会に、通報する、と思いますので、通報しようと思いますので、こういうのがあるよっていう。うん。なので、まあ、情報をいただければ、まあ、対応はしようかなというふうに思います。はい。ということでですね、今回ご質問いただいた、内容ですね。ご質問の回答と、あと、まあ、ご質問を、まあ、見てですね。なんか買収の匂いがするよっていうことに関してですね、お話ししました。はい。ということで、富山の堀耕道でした。ありがとうございました。